続いては替え歌。あー来た。はい、今週の課題曲はこちら。でこれで簡単でしょうね。楽しみですね。大丈夫ですよ。便所の、お願いします。はい、でトイレの便所のトイレの神様です。トイレの神様。ラジオファンタスティック原田。生え際下がり下がりハゲ上がり田崎深夜になるんやで。かっこいいですね。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 後から名前を言う感じがいいですね。大丈夫、三平。大栗旬、居酒屋のトイレで、女神様とやるんやって。みんなピーだよ。すごいね、大栗旬男ですよ。やりますね。夢報いダイエットはしたから。トイレでは、チンコ、アナル、金玉、みんな全部丸出しやで。何をさせてる。ついてこなくなったね、歌詞が。FM 山口ブラブラブラゼル。トイレ、便所、ピンコースがこべき、すべて意味は同じやで。怒られるわ。違うよ。トイレ、便所、ピンコースがこべき。ここ気持ちいいですね。いいですね。ピンコースがこべき。あげよう。パン。FM 群馬ラッパー先場。やっぱトイレ系だけど、ちょっと霜多いね。そうですね。つなげやすいっていうのはね、ちょっとありますね。そのつもりだったんでしょう、これ決めた時。ラッパー先場。前儀の最中、射精しちゃって116分、雑談してる。それ120分ってあるんですか ?120 分コースあります。4分で果てて116分雑談。最悪だ、これもうあげよう。いい人なんだろうな。いい作品でしたね。俺だったら養生もい出したって帰っちゃうもんね。その子のためにもね、新しいお客さんいるだろうから。ラジオネーム抜くい満開。玉の裏見れば見れば見るほどアルマジロみたいやな。わかるけど。くだらないわ今日は。面白いな。面白い。FM 山口ブラブラブラゼル。トイレだと思い中に入ると木の実奈々の自宅でした。どうしてだよ。大丈夫、長寿ギガジャクソン。トイレからリカコリカコが出た。業者呼んで退治する。虫みたいな感じだったの。ラスト目を向く陽気ボンス。コジハルがヘビロテしてるパンティあと二日くらいで食べ頃やる。最悪、終わり。